日本の基準では認められていないキササ種のオナガドリ、トサのオナガドリ、ナガオドリとも呼ばれる。オスのオハが極端に長くなるのが特徴で、そのためオナガドリと呼ばれる。高知県原産で日本の特別天然記念物に指定されている。特別天然記念物指定名はトサのオナガドリ、オナガドリの始まりは、江戸時代にトサ藩種の三大化が、 三勤交代の際に使うアスカというやり飾りに用いる長い鳥の王、農民から集めたことにある。明暦頃の土佐国大志の村で、竹市里江門が、お長鳥の原種白富士種を作り出した。伝説では、地鳥とキ地や山鳥と交配して作ったとされているが、正確な記録は残されていない。土佐には、当店赤鳥や茶房を含めて、鳥の美しさを競う文化があり、 オナガドリもその一環として、昭和初期には、高知県内全体で、飼育数が500羽以上に増えた。アマドヌと袋で飼って、おハの抜けを防ぐ、土壌など動物性タンパク質の餌を与えるといった、おハを伸ばすための工夫が凝らされた。1923年に、国の天然記念物に指定されたが、太平洋戦争が始まり、その数は9羽まで激減。 1952年には国の特別天然記念物に指定された。鶏は通常1年に一度羽が生え変わるが、オスのオナガドリはオハが生え変わらないため、尾が非常に長くなる。明治時代までは尾の長さは3メートル程度であったが、大正時代に止め箱と呼ばれる縦長の飼育箱が開発され、 尾が損傷しないように鳥の動きを抑制する飼育法が行われるようになり、尾がさらに長く成長するようになった。尾は若いうちは1年に80センチメートルから1メートル程度成長するが加齢とともに、尾の伸びる速さは鈍る。鶏が長生きした場合には、尾の長さが10メートル以上に達することもあり、最も長いのは1974年に13メートルという記録がある。 ギネスブック掲載の記録では、1974年7月20日に、計測された10.6メートルが最長。現在では、尾が、それほど、長くならなくなり、93年には、最長7メートル以上だったが、2013年3月時点の、最長は3.6メートルで、大半が1メートル台となっている。これは、近親交配の増加が影響していると見られ、南国市では、 DNA 解析を元にした後輩で元の姿を取り戻す保護作戦を始めている。明治時代に横浜港から輸出されたオナガドは横浜として世界的に定着しているなどとそれらしく語られることがあるが誤解である。少なくとも現在の横浜は身の引き鳥とオナガドを祖先に持つ鶏の一種で見た目からしてオナガドとは随分と違う上におハも生え変わる。 ただ注意が必要なのは、例外的に、イギリスでは、横浜というとお長鳥に、かなり近い鶏のことを指す場合が多い。1860年代、あるいは70年代にジラドという名のフランス人、宣教師が最初に、横浜をヨーロッパに持ち込んだとされているが、この横浜がお長鳥だったのか身の引き鳥だったのかは、はっきりしない。日本で定着する前に絶滅しただけで、 そもそも横浜はヨーロッパに来る以前から横浜だったとされることもある。または日本から来たオハが立派な種をすべて横浜として扱っていて、あるいは取り違えて交雑が起こったとも考えられている。実際にイギリスでははっきりと日本から来たオハの長い種をすべて横浜としている。その上オハの生え変わらない特徴を残すことに成功したために、 イギリスの横浜の見た目はかなり、お長鳥に近い。しかし、イギリスの横浜もやはり、お長鳥とは、別種で当店赤鳥、黒菓子は、ミノエトリ、オグニトリ、お長ナの交雑種であることが確認されている。そのため色やトサカの形に、バリエーションが多く、種としては、不安定である。ありがとうございます。